皆さんこんにちは。少し時間を過ぎましたけれども、続々と皆さんお入りいただいていたので少し待ちました。お待たせいたしました。それでは時間になりましたので、国際文化学部人文学科の相談会を開始したいと思います。私は司会の人文学科の田村です。よろしくお願いいたします。今回の配信では人文学科の教員が皆さんからの質問やご相談にお答えします。できるだけ皆さんの不安を解消するための会ですので、質問がある人は後ほど遠慮なくご質問ください。配信は11時に終了予定です。参加者の皆さんはマイクとカメラがオフになった状態での参加になります。配信中は Q&A 機能にて質問を受け付けています。画面の下部分にある Q&A ボタンから質問してください。自分の姿や質問が他の参加者に見られることはないので安心してください。今回はチャット機能は使いません。配信内容の録音、録画、スクリーンショット撮影やその内容を SNS 等で無断配信することはご遠慮ください。ただ、感想はぜひ、Twitter などで、SNS でつぶやいてもらえると嬉しいです。皆さんの、画面の下には3つボタンがあって、手を上げる手のマークのボタンと、あと Q&A っていうボタンがありますね。そのボタンを、使って手を上げたり、Q&A を送ったりできます。それでは、手を上げるのボタンをちょっと使ってみますね。まず、今日今スマホからつないでくれているという人、ちょっと手を挙げるのボタンを押してみてください。はい、半分ぐらいの方がスマホからつないでいただいています。ありがとうございます。それでは今京都あるいは近畿圏からつないでいる、一回ボタンを下げるを、じゃあもう一回手のとこ押したら、手を上げるが下がります。そしたら次、近畿圏からつないでくれていると人、ちょっと手を上げる、押してもらっていいですか。はい、ありがとうございます。ではボタンを押して下ろしてください。3分の1ぐらいが近畿圏ということは、もっと全国各地からつないでいただいているということで、ありがとうございます。なんか先日その、本学の広報担当の方が、広島へ行った時に絶対つなぎますって言ってくれた人がいたみたいなんですけど、広島からつないでるっていう人、手を挙げてください。はい、ありがとうございます。それではですね、もう一つ Q&A 機能っていうのもちょっと確認してみたいと思います。その Q&A のところありますね。で、そこから、こんにちはでも、おはようございますでも、ハローでも、ヤッホーでも何でもいいので、ちょっと一言送ってみてもらえますか。はい。はい、続々ご挨拶、こんにちは、ありがとうございます。はい、今日楽しみにしていますというご意見もいただきました。ありがとうございます。私たちもとても楽しみにしています。はい、そんな感じで Q&A 機能と手を挙げるっていう機能はもう全然自由に使って大丈夫です。で、自分でもやってみて分かったと思いますけど、他の人の意見は一切見えませんので、自分の意見も他の人に見られるっていうことはありません。なので、いつでも使ってください。それではですね、今日ここにいる教員の簡単な自己紹介をしていきます。所属専攻と専門分野、担当している授業などについて教えてください。まずは岩本先生、お願いします。はい、皆さんおはようございます。歴史専攻の岩本と申します。専門は日本の近現代史で、一番中心的にやっているのは思想史という領域です。ですので、日本文化専攻で、の中になりますけれども、日本思想史という授業を持っています。
また歴史専攻に進んだ方全員が受けなくてはいけない必修授業の一修科目の歴史学概論という科目も担当しています。この科目では、人々がどういうふうにこれまで歴史を捉えてきたのかとか、歴史を学ぶことにはどういう意味があるのかということを学生と一緒に考えるというような授業をやっています。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは是澤先生お願いします。はい、是澤です。よろしくお願いします。私はですね、文学専攻で上代文学を専門にしています。特に日本語の歴史に関心がありまして、授業でも日本語に関する授業を持っています。例えば、蘇るという言葉がありますけれども、この言葉奈良時代にもあるんですけれども、今も使ってますよね。意味わかりますか？生き返るですけれども、もともとの意味は黄泉から帰ってくるという死者の世界ですね。そういうふうな言葉の成り立ちです。そういうふうな言葉の語源を知ることによってですね、昔のことも知ることができます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続きまして、社会専攻の田村優香です。私が、担当している科目は、学部の社会調査法の科目と、あと大学院の社会調査の科目を担当しています。社会調査というのは、今の現状、社会の現状を知るためのいろんな方法を学ぶ科目です。あと私の特徴としては、学生のサークルを4つほど、なんか顧問のようなことをしています。1つはフラメンコ同好会で私も踊ります。であとは、中山間地域を元気にしたいとか、学部を盛り上げたいとか、 SDGs 盛り上げたいとかっていう、そういう学生サークルの顧問もしています。どうぞよろしくお願いします。それでは、米原先生お願いします。はい、はい、皆さんおはようございます。日本文化専攻の米原と申します。私の専門は、伝統産業です。職人さんのものづくりとかですね、着物を作る、あるいは使うと、そういった伝統にまつわるものづくりに関することが専門です。担当している授業は、そういった日本の工芸品とかですね、美術とかを、素材とかデザインの観点から分解してみようというような、和の文化論という授業をしています。家紋のデザインをこう紐解いてみて、今の社会にどう生きてるかとか、そういったことを、考えたりするような授業です。今日は楽しみにしてます。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。それではこれから人文学科について紹介していきます。それでは学科長の是澤先生、よろしくお願いします。はい、人文学科長の是澤です。画面の共有しますね。はい、皆さん見えているでしょうか。それでは説明していきます。国際文化学部の中にはグローバルスタディーズ学科と人文学科の2つの学科があります。今皆さんが見ているのは人文学科ですけれども、国際文化学部はグローバルスタディーズ学科は海外を対象とし、人文学科は国内を対象とするというふうに考えていただいて結構です。で、京都精華大学は表現の大学ということをですね、看板にしています。だから、漫画学部とか芸術学部とかデザイン学部といった学部があるんですけれども、それぞれがですね、芸術的な表現を求めていますけれども、人文学科、国際文化学科では、学部では何を表現とし手段としているかというと、言葉です。ですから皆さんは言葉に関心を持ち、また自分の考えをですね、言葉で表現するということが大事です。それでは人文学科の説明していきます。人文学科のグローバル教育は、身の回りにある文化を深く理解することから始まります。日本というローカルと向き合うことを通して、国や文化の違いを超えて他者と共生する力を身につけますというふうに書いてありますけれども、よく社会を変えるということを言いますけれども、この社会というのは、日本という大きなものを考える、イメージすることがよくありますけれども、まずはですね、自分の身の回り、家族、兄弟、友達、学校、そういうふうなですね、身の回りの世界、これも社会です。ですから、そういうふうなところからですね、持った疑問をもとに、どうしていけばいいだろうというふうなことを考えてもらえればいいわけです。そして、人文学科の学びのポイントとしては、京都というこのですね、歴史と伝統のある地の利を最大限生かして学ぶ。
体験を通して多様な価値観に触れる、外国人の人もたくさんいます。グローバルな視点で日本を見つめ直すと、そういうふうな視点を持っていただければと思います。そして人文学科は4つの専攻から成り立ちます。文学専攻、歴史専攻、社会専攻、そして日本文化専攻、この4つの専攻になりますけれども、この専攻は2年生からですね、分かれていきますので、1年生の間はどの専攻に行こうか、迷ってもらう、考えてもらう期間となります。4年間の学びを紹介すると、先ほども言いましたように、1年生の時はですね、人文学の基礎を知ってもらって、そして4つの専攻の学問というものを皆さんには理解してもらいます。そういった広い知識と表現を身につけて自分を発見してください。そして専攻に2年生から所属するということになります。そして2年生以降ですけれども、2年生の初めにですね、今度は所属するゼミを選んでもらいます。つまり自分の指導をしてもらう先生を選ぶということになります。そして2年生以降になるとですね、ゼミ形式という、10人前後のですね、少ない 少人数でですね、議論して、そして調査技法を学ぶ、討論をするという、そういう経験をしてもらいます。そして3年次、これがですね、本学の人文学科の最大のポイントなんですけれども、学外に飛び出して学ぶ、オフキャンパスプログラムなんて言ってますけれども、キャンパスの外、京都はですね、もういろんなものがありますから、そういうふうなものを研究対象として研究する、あるいはですね、京都の周辺、あるいは北海道、沖縄、そして東京というですね、交換留学先も用意しています。次の通りです。これが3年次の現段階での長期フィールドワークのテーマです。現段階ですので、変更することもありますけれども、基本的には京都を中心とするフィールドプログラムと考えてください。かなり具体的なものとですね、ちょっと抽象的なものがありますけれども、抽象的なものに関しては、特に先生とですね、相談して、テーマを決めて、京都のこのことについて研究したいとか、そういうふうなことをですね、相談してもらってもいいですし、それぞれの先生の専門を生かしてですね、その中で調査するというふうなことも可能です。そして下にあるですね、北海道、沖縄、東京というのはそれぞれの大学と提携しておりますので、そこでの交換留学というような形になります。これは3年生のですね、第一クォーターという約2ヶ月半の期間で取り組んでもらうプログラムです。そして、京都精華大学の周辺は岩倉といってですね、岩倉智美の生家、生まれた家もあるんですけれども、明治維新のですね、功労者ですけれども、たくさん神社もですね、お寺もあります。そういったところでですね、経験しながら、広いフィールドに出ていくということです。そして、4年間最大の学びとして卒業論文を完成させるということです。この卒業論文を完成させることによって、社会に出てもですね、立派にやっていけるという、そういう自信にしてもらえればと思います。そして、最後に人文学科で取得できる資格ですけれども、高校と中学校の教員、そして、図書館司書、博物館学芸員といった資格が、を取ることができます。はい、人文学科の説明は以上です。はい、ありがとうございました。皆さん、この講演というか、お話の途中でも Q&A 機能は使えますので、今聞いて、今わからないことがあるって言ったら、もうすぐに Q&A で送ってください。後で送ろうとか思ってると忘れてしまうので、今聞いて、今わからない、今送ろうというふうに思っていただけるといいかなと思います。それでは、先ほど、コレサー先生のお話にありました、4専攻、それぞれの専攻から専攻の紹介をしていただきます。では、まず、歴史専攻の岩本先生、お願いします。はい、歴史専攻の説明をさせていただきます。画面共有しますね。映ってますか？大丈夫ですか？はい。歴史専攻の学びについて、簡単にですけども、説明させていただきます。
歴史専攻では何を学ぶことができるのかということですけれども、基本的には日本史が中心です。日本史が中心で、ただし日本の前時代、つまり日本古代史、日本中世史、日本近世史、近代と現代はまとめていますが、日本近現代史、この4つの時代を学ぶことができます。つまりこの4つの時代の各ゼミがあって、各専門のスタッフがそこにいるというふうに考えてもらえればいいと思います。では歴史専攻における学びの特徴というのはどういう点にあるのかということを簡単にお話ししようと思いますけれども、以下の3点にまとめてみました。1つ目は、普通の人々、なかなか言い方が難しいんですけれども、歴史学の研究の中では民衆というような言い方をしますけれども、普通の人々の視点からこれまでの歴史を捉え直したいというふうに考えています。これまで皆さんが小学校、中学校、高校で習ってきた歴史というのは、ともすれば、偉い人、英雄がですね、出てきて、で、その人が社会を変えていくというような感じだったわけですけれども、考えれば分かるように、我々と同じような普通の人々がたくさんいるわけで、で、その人たちの願望を、受け取ったからこそ、ある種の英雄というのは出てくるわけですね。ですから、そういった意味で、普通の人々がどういうふうにものを考えたり、生活をしていたりしていたのかということから、もう一度歴史を捉え直したいというふうに考えています。これが一つ目です。で、二つ目はですけども、我々がこれまで習ってきた歴史というのは、ともすると、日本という国家が前提となっていました。例えば卑弥呼は日本人かという問いがよくありますけれども、卑弥呼がいた時代は日本という国号はありません。ですので、ある意味では卑弥呼は日本人ではないわけですね。ですので、そういった今ある日本という国家をの枠組みを前提とするのではなくて、それぞれの地域を、例えば関西であったり北海道であったり四国であったり沖縄であったりというような、それぞれの地域から歴史を捉え直して、それの総体として今私たちが見ている日本があるのだというような考え方から歴史を考え直したいというふうに思っています。3つ目が、これまで私たちが習ってきた歴史というのは、極度に政治に偏重していたわけですけども、政治とか経済の動きに偏重していたわけですけども、我々は常に政治や経済を意識して生活をしているわけではありません。常に家族の関係であるとか、パートナーとの関係であるとか、先輩と後輩の関係であるとか、そういったいろいろな関係の中で私たちは生活をしているわけです。ですので、そういった関係の総体から歴史をもう一遍捉え直すことによって、自分とその歴史がどういうふうにつながっているのかというのを考えていきたいというふうに思っています。次に、どのような授業があるのかということを紹介します。これ一部ですけれども、先ほど自己紹介の時にお話をさせていただきました、岩本が、担当する歴史学概論とかですね、日本史研究、先ほど出た民衆を考える日本民衆史、地域を考える日本地域史などもあります。また、日本、国際関係を考えないで日本の歴史を考えることはできませんので、日本アジア関係史などという授業も展開しています。一応、これまでどんな卒業論文があったのかということをここにざっと挙げておきました。一つ一つ話をし始めると長くなってしまいますので、一応5つ、古代、中世、近世、近代、現代という形で、実際にこれまでの先輩たちがですね、書いた卒業論文をここで紹介していますので、こんなことができるのかなというようなイメージを持ってもらったらいいかなと思います。最後です。卒業後の進路、歴史専攻を出るとどういうところに就職できますかという質問をよく聞くんですけれども、歴史専攻に関わりませんけれども、人文学部の卒業先の進路というのはですね、何か固定したものがあるわけではありません。教員になる人もいますけれども、研究者に大学院に行く人もいますし、職種、業種ともに多様です。ただ、歴史に限って言うと、そこに書きましたけれども、歴史というのは常に因果関係について考えます。因果関係というのは、原因があって結果がある、もしくは結果には必ず何らかの原因があるということを考える学問ですから、どの方向に進むとしても社会にで生活するにおいてですね、原因と結果を考えるということは必ず必要になってきますので、今後どういう方向に進んでも役に立つのではないかなというふうに思います。簡単ですが歴史専攻の紹介にさせていただきます。以上です。はい、ありがとうございました。では先ほども言いましたけれども、今の、お話の中でわからないことがあるとか、ぜひこれ聞きたいっていう人は Q&A あの機能を使って質問を寄せてくださいね。それでは続きまして、文学専攻の是澤先生、お願いします。は
はい、再び小澤です。早速ですね、スライドを共有します。はい、ちょっと怒った背景にしてますけれども、文学専攻の学びについて、紹介します。まず文学専攻もやはり時代別にですね、それぞれの教員がいます。上代と書いてありますけれども、まあ、奈良時代、飛鳥奈良時代と考えてください。そしてまあ平安、そして中世というのは鎌倉室町、そして近世が江戸、そして明治以降というふうな形で考えてもらえればいいと思います。奈良時代はですね、私の担当なんですけれども、まあ新しい元号がですね令和になりましたけども、その令和に出典が万葉集ということで、最近ようやくですね、奈良時代も脚光を浴びるようになりました。はい、そして、中古文学、これがまあ皆さんにとっての古典のですねメインとなる時代だろうと思いますけれども、源氏物語、枕草子といったですね、有名な作品がありますけれども、これらの作品は全てがですね、舞台は京都になりますので、京都に来ればそのですね文学の現場、要するに場所にですね来ることができるということです。そして、中世はですね、これはカタカナがですね結構使われるようになる時代でもあるんですけれども、まあ鞍馬天狗で有名な鞍馬寺というのが、京都聖華大学の前を走る叡山電車の終点のところにあるんですけれども、そういったですね、お寺などのですね伝承というものがですねたくさん出てくる時代にもなります。そして江戸時代ですけれども、江戸時代の特徴は何といっても京都だけでなくって大阪、そして江戸というですね3つの都市ができて、これがそれぞれの文化圏を成すというところに特徴があります。ですからまあ資料も一挙に増えていくわけですけれども、身近なところではですね、ここに書いてありますように江戸の怪談とか、そういうふうな、まあ、妖怪のブームもありますけれども、そういったですねことが流行っている時代でもあります。そして、近現代になりますけれども、ここに出ているのが、まあ、西野さんという先生ですけれども、谷崎潤一郎をですね専門としています。谷崎潤一郎もですね京都のゆかりのある文豪で、まあ、京都にもですね、ゆかりのある有名な作家は川端康成を含めたくさんいます。最近は、まあ、こういった文学の、まあ、アニメ化、そういうキャラクター化というのが行われているので、ずいぶん皆さんも身近に感じるようになったんじゃないでしょうか。はい。で、そしてですね、比較文学という分野もありまして、やはりですね、文学、国内だけでは分かりません。例えば日本人ってどんな民族と聞かれても分かんないと思いますけれども、アメリカ人と比べたらどうというふうな形で比較することによって見えてきますよね、言えるようになります。ですから文学もですね、そういう比較するという観点を持つことによって、ずっと見えてくるようになります。そして、ここに、まあどんな授業があるのかということですけれども、やはりですね、日本文学の全体というものを理解してもらうための日本文学史的な授業、そして、文学の研究方法を学ぶ日本文学概論、そして、それぞれの時代の作品もやはり実際に味わってもらうというふうなことを用意しています。で、就職先なんですけれども、まあ、文系のですね、就職先というのはもう多種多様ですけれども、ここに書いてある、まあ、実際実績のもとに挙げていますけれども、最後に書いていますように、その他言葉を生かした幅広い選択肢がありますということで、まあ、新しい仕事というふうなものがこれからどんどん増えていきますので、そういう中でですね、見つけていくことになるだろうと思います。はい、文学専攻は以上です。はい、ありがとうございました。それでは、次に社会専攻の、説明を私からさせていただきます。これさんさん、画面共有をストップしてください。ありがとうございます。皆さん、先ほども言いましたけれども、Q&A 機能はいつでも使えますので、これ気になるなっていうのはぜひぜひ送ってください。それでは、社会専攻で学べることからご説明します。ものすごくたくさん の言葉が書いてありますけれど、ざーっと見てなるほど幅広いなっていう感じで、もうこの段階では十分かと思います。1行目だと、まあ、マイノリティという言葉がありますね。たくさんの人と少しの人っていう意味の少しの
人の方がマイノリティですけれども、みんなそう言ってるとかっていう、みんなっていうのはマジョリティって大多数かもしれませんけど、みんなそう言ってるっていう中についついこぼれてしまいがちなマイノリティの人のたちのことをきちんと研究していくということとか、真ん中辺にはですね、環境とか地球温暖化とか、廃棄物フードロスみたいな話もありますけど、そのあたりは私も専門にやってる環境の話ですけども、と下の方は企業とか老舗とかベンチャーとかっていう、そういう社会の中のお仕事に関連するようなことも書かれています。次のスライドに行きますね。で、社会専攻の授業の例としては、こう社会学、まあ、社会のことを学ぶんだろうなでしょうね。で、政治学、まあ、社会を動かすのは政治だったりするので、やっぱり政治のことも必要ですよね。あと思想、社会思想史、歴史かなって思うかもしれないんですけど、現代の社会っていうのはその歴史の上に成り立ってますので、当然振り返っていろいろと学んでいくことはたくさんあります。あと経済は実際こう社会のシステムを回していくものですからね、経済のことも学びますし、で社会調査法っていうのは現代、今の社会がどうなっているのかっていうのをきちんと押さえるっていうようなことをする授業になっています。次のスライドいきますね。社会専攻で身につく力なんですけれども、これはどういうことだろうっていう表現がありますけれど、例えば何ともならなさそうなものを何とかする工夫とかってありますけど、もう絶対これ動かないだろうなとか、これはこの先変わらないだろうなって、なんとなくこう諦めムードになりがちなものを、いや実は工夫次第で何とかなるかもしれない、社会は変わるかもしれないっていうことでアプローチしていくような力が身につくっていうことであったりとか、あと4つ目、常識を疑う力とかあるんですけど、常識っていうのは社会調査の用語で言いますと、常識っていうのは一つの仮説にしか過ぎません。なのでみんなが常識、これは常識だなって思ってることも、実は間違っていることもいっぱいある、仮説の中の、棄却されるかもしれない仮説の中の一つってことですね。あとは具体的にはチーム力とかインタビュー力、問題解決力、提案力などが身につくと思います。次のスライドお願いします。で、社会専攻の進路としては、もう本当に社会のありとあらゆるところに社会専攻の卒業生がいます。マッチ、フィールドワークなんかに出ていくと、時々世界大学出ましたっていう人に会って本当に嬉しいと思いますが、いろんなところで、活躍しています。以上で社会専攻の説明を終わります。はい、何か質問がある人はぜひ Q&A、 何度も言ってすいません、どんどん活用してください。それでは最後、日本文化専攻の米原先生お願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。画面、資料共有します。はい、はい、改めまして、こんにちは、日本文化専攻の米原といいます。日本文化専攻の学びの特徴、まあ、4年間で身につく力というふうに今3点抜粋して書いていますが、まあ、基礎的な勉強とですね、卒業研究のような、まあ、発展的な勉強の方を、まあ、2つ合わせて、このような能力を身につけて飛び立っていただきたいなというふうに思っています。大きくは文化を理解する力、あとはいろんな文化をこう総合的に考察する力、で最後は魅力を発信する力と、そういったところに考えを持っています。はい、で日本文化専攻のでの学びですけれども、こちらのですね、上の方に書いてある通り、文化というのは人間の営みだというふうに私たちは定義しています。ですので、まあ、一般的なその皆さん想像されるような伝統文化ですね、日本のこう古くから伝わるような伝統文化もそうですし、私たちが今生きているこう現代文化もそうですし、これから変化していくであろう未来の文化といったこともそうです。で、この図の中にですね、たくさんのこう言葉を挙げて、出してます。で、まあ、これでも全然こう足りないぐらいだなと思っています。まあ、こうしたその目に見えるものだけではなくてですね、例えば、習慣とか仕草のような、目に見えないもの、例えばですね、
私たちは言葉でガーンって聞くと、なんかこう落ち込んだような気がしますよね。ショックを受けてる表現だ。でも、日本文化圏外の人がそれを聞いてもそういうふうには受け取ってはくれません。ですので、そうしたその文化ってどうしてそうなったんだろうなっていうこととか、日本から見て日本じゃない文化の人たちはその差異はどこにあるのかなといったことなんかを、考えることが、を大切にしてます。でこの中にも私だけの問いへというふうに書いてますが、もうテーマとしてはですねたくさんありますので、できれば4年間で自分だけの日本文化への問いというのを見つけてもらえば嬉しいなと思っています。はい。で京都にある大学ですので、この文化の主席地の利点を生かさないわけにはいきません。4年間ですね、大学の外にも出たり、あるいは大学の中に外の人を招きしたりして、存分にこの京都である点をですね生かして勉強したいというふうに思っています。はい。で講義の構成ですけれども、この他にもたくさんあって、ひとまず抜粋をしています。特徴的なもので言うとですね、5番6番なんかのようにこう、いわゆる本州エリアではないところですね、ところの人たちもまた、特徴的な人々が培ってきた文化というのをお持ちです。それよりも、ね、本州の中にももちろん地域ごとに文化があって、そういったものを勉強するであるとか、2番のようにですね芸能ですね、歌舞伎とか能とかそういったものの文脈から文化そのものを考えるといったことも行います。はい。で卒業後の進路の方なんですけども、これまでも話出てますが、これになれますよというよりかはですね、身につけた知識とか経験で、何者でも目指せる、そういったところを、場所として提供したいなというふうに思っています。ただ大学、学生のですね傾向としては、こういったものを目指す方が多いかなというふうにも思いまして、今見ていただいています。はい。私の方からは以上です。また質問あれば寄せていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では次に皆さんからのご質問にお答えしていきます。このテーマについて学べますかとか、まだやりたいことがはっきり決まっていないんですけど大丈夫でしょうかとか、そういうどんなことでもいいです。聞きたいことがある人は Q&A ボタンからご質問ください。もうすでにたくさんご質問寄せていただいています。ありがとうございます。ここからは私がラジオ DJ のように皆さんからのご質問を読ませていただき、突然ここにいる教員に振ります。その教員の困っている顔もご覧ください。それでは、まず一つ目の質問です。将来はどんな仕事に就けますか？もう一度まとめて教えてほしいです。これに関しては岩本先生、お願いします。はい。うまくお答えできるかどうかわからないんですけれども、先ほど来各専攻の中で出てきていますように、特徴的な就職先とか仕事というのは特にありません。かつては法学部を出ると銀行に行きやすいとかですね、経済学部を出ると商社に入りやすいとかそういうこともありましたけれども、今や法学部や経済学部でもそういうことはもうほとんどありません。ですので、国際文化学部であれあってもやっぱりそれは同じことだというふうに言うことができると思います。ただ一つ言えることは、大学で身につけるのは知識ではないということです。知識ではなくて、ものを考える方法を私たちは学生の皆さんに伝えたいというふうに思っています。例えばここにこういう問題があるなと、でそれに対してはじゃあこういうふうに考えていったらこういうことができるんじゃないかなと、でそのためにはこういうデータを調べていく必要があるなと、それを相手に論理的に印象を説明する必要があるなと、というそういう手続きを踏んで、ものを考えていくということが必要になります。ですので知識というのはですね、どん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 古びていきます。現在のようにスピードが速い社会では、今学んだ知識というのはですね、もう明日使えなくなるかもしれない。そういうものよりも、むしろものを考える方法を身につけて、現実は多様ですから、どんな仕事についても、例えば携帯電話を売る仕事に就いた場合に、今人々はどういう機能を求めているんだろうとか、多分こういう機能を入れればこういうふうに売れるんじゃないかとか、そういうことを考える方法っていうのを身につけておく必要があると思うんですね。
ですので、どのいろんな職業にはつくことはできますけれども、むしろ、私たちは、知識ではなくて、ものを考える方法をぜひ日本学で身につけてほしいなというふうに思っています。こんなことで答えになってますでしょうか。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に移りたいと思います。国語の先生になりたいです。卒業生で先生になった人はいますか。これは是澤先生、ご回答お願いします。はい、是澤です。先ほど紹介するの忘れたんですけれども、実は私、資格課程の国語科教育法という国語の先生のを希望する学生が取る授業を担当しています。でですね、今ですね、教員の状況というのはですね、子どもが少子化の方向に行くのに反比例してですね、先生のなり手が少なくなっているという現状があります。ですからですね、本学からもですね、ここ数年教員になっていく卒業生います。ですから今ですね、教員になりたい人、本当になりたい人にですね、なってほしい時代になってきたなというふうに思います。こんなところでいかがでしょう。ありがとうございます。もう一つ関連しまして、社会専攻でも国語の教員免許が取れますかという質問が来たんですけれど、これについても免許の関係で是澤先生、お答えお願いします。はい、ですね、国語や社会の先生になるためにはですね、取らなければいけない授業というものがあります。ですから国語の先生になるにはですね、やはり文学専攻の授業を取っておいた方がそんなに、余計なって言ったらなんですけれども、自分の専攻以外の授業を取らなければいけないということが避けられます。ですから社会専攻の人が国語のですね、免許を取る場合には、本来取らなくてもいい授業も文学専攻の方に行って取らなければいけないというふうなことも出てきます。ですからはっきり言ってちょっと留年しても取りたいというふうなことであればですね、もう複数の科目も取ることができますけれども、基本的にはやっぱ社会専攻、社会の授業の免許を取りたければ社会専攻、国語の免許を取りたければ文学専攻などといった選択をお勧めします。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に行かせていただきます。英語が苦手なんですが、国際文化学部の人文学科に入学してもいいですかという質問です。米原先生、お願いします。はい、大歓迎です。授業とかですね、例えば授業の課題とか基本的に学びの方は日本語で進行します。で留学生も非常に多い大学ですけれども、留学生の皆さんも日本語を勉強してからお越しになっているので日本語で交流もしていただくことができると思います。でただですね、一方で例えば勉強したことを今度はたくさんの人に伝えるっていうこともこういった大学での学びのこう、醍醐味だったり楽しみのいい部分だと思います。でもちろん将来のこう職業なんかにもつながっていくのではないかなと思います。ですので教員の、英語を教える教員の体制の方はしっかりサポートをするようになってますので、そこは安心してですね、4年間かけて伝えられる技術を一つ、増えるような気持ちで来ていただくといいかと思います。私も日々もっともっと日本以外の人の日本語以外を使う人に伝えられるようになりたいなと思って英語とかそういったことを勉強しますのでお越しになったらぜひ一緒に勉強しましょう。以上です。はい、ありがとうございます。では続きまして、日本文化専攻について2つご質問続けてお願いします。日本文化専攻は伝統文化から大衆文化まで幅広い切り口とありますが、その文化を体験することはできますかという質問と、もう一つ、日本文化専攻では授業で歌舞伎などを見に行くことはありますかという質問です。この2つの質問まとめて米原先生、お願いします。はい、ありがとうございます。1つ目の方ですけれども、そうですね、大衆文化、伝統文化と例えば私が担当するのは比較的伝統文化の方で、工芸品とかですね、古いものづくりとかです。で今のこうポップカルチャーとかサブカルチャーと言われるような漫画とかアニメーションの領域を担当する教員などもいたりします。でそういったものを題材にして、授業を進めるということはもちろんあってですね、例えば、
漫画とかアニメーション、映画などを、教材にしてですね、そういったところからそこに込められた日本のこう文化的なものを発見する、あるいはそういう視点を見つけるといったことを、行ったりします。で、工芸品の方だと実際の着物を見てその文様の解き明かしをして、実は今の、デザインにつながっていることがあるんじゃないか、昨日オリンピックの開会式ありましたけども、ああいったロゴマークにもしかしたら家紋の要素がこうたくさん詰まってるねみたいなことを発見できると、私だけの自分だけの研究 の, あのきっかけになるんじゃないかなというふうに思って、楽しんでいます。はい。で、もう一つ目 の, 歌舞伎の舞台なんかということですけども、そうですね、年度によって違いますけれども、特にゼミなんかでは比較的教員と一緒に外に出て博物館に行ったりとかですね、実際に、僕のゼミだと例えば物作ってる職人さんのところにちょっと寄せていただいて、こう見せていただいたりインタビューしたり、そういった一連の中でこういった舞台を見るということも、考えたりはしています。で、またゼミ、日本文化専攻の中の授業ではないんですが、ちょうど今学部の方で行う長期フィールドワークでまたこういった歌舞伎の研究をフィールドワークするというふうなテーマにしている学生がいて、私が担当しています。で、その人はいろんな歌舞伎舞台を訪れて、その装置を比較研究するといった流派ごとの装置の研究といったことです。で、その直接ですねゼミの教員とゼミ生っていう普段は関係性ではないんですけれども、そういったそのフィールドワークの担当教員とフィールドワーク実習生ということでまた関わりを持ってこういった体験をサポートすることもありますので、こういったご希望はですねたくさん夢を持って入学していただきたいなというふうに思っています。ごめんなさい、長くなりました。以上です。はい、ありがとうございます。では続きまして、異なる専攻の先生のゼミを選ぶことはできますか？という質問です。岩本先生、お願いします。はい、結論から言うと残念ながらできません。国際文学部人文学科では1年生の時には人文学科生として入学をしてもらいますけれども、2年生になる段階で4つの専攻、文学専攻、歴史専攻、社会専攻、日本文化専攻のどれかに決めてもらいます。で、その後はその専攻から動くことができなくなってしまっていて、そしてその専攻の中でいくつかのゼミがありますけれども、文学専攻だったら3つかな、その専攻によって違いますけれども、そのゼミに、その2年生の前期にどこのゼミに入るかを決定してもらって、そのゼミに入ったらあとは4年生まで同じゼミに入るということになります。で、なぜ2つのゼミに入ることができないかというとですね、全ての人文学科の全てのゼミは全部同一時間に授業が行われるからです。ですから例えばですけども、水曜日の4校締め5校締めに、2年生のゼミがあるとなった場合には、文学専攻の例えば日本上代文学ゼミでも、日本文化専攻のゼミでも、社会専攻のゼミでも全部がそこのゼミに入ってしまうので、体が1つしかない以上、2つのゼミに参加することはできないということになりますので、1年生の時にいろんな授業で、その専攻の紹介、ゼミの紹介がありますので、それをよく聞いて、選択してもらえたらいいかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます。今のことに関連しまして、引き続き岩本先生に質問です。では歴史専攻を選んだとして、他の専攻で学びたいと思ったことは学べないのでしょうか、という質問です。お願いします。はい、それは学ぶことができます。歴史専攻に入ると歴史専攻の科目の中からいくつか取らなくてはいけないという縛りはありますけれども、それ以外に、自由に取ることができる枠もいくつか用意されています。その枠の中では文学専攻の授業でも社会専攻の授業でも日本文化専攻の授業でも取ることができます。例えば先ほど自己紹介の時にお話をしましたけれども、僕は日本歴史専攻にいますけれども、日本文化専攻の日本史総史という授業を担当します。ですので、例えばですけども、僕が展開している日本近現代史ゼミに入った学生は、ぜひ日本史総史の授業を取ってもらいたいと思いますので、それは多専攻の授業を取ることになります。また、人文学部ではむしろ、自分の専攻の授業だけを取るのではなくて、他の専攻の授業を取ることによって、自分がやっていることをより多角的に、より立体的に学んでほしいという願いを込めて、こういうカリキュラムを作っています。ですので、取れることができるかというよりも、むしろ、たくさん取ってほしいなというふうに思っています。以上です。
はい、ありがとうございました。では次の質問に行きたいと思います。将来漫画の編集者になりたいと思っています。社会専攻と日本文化専攻で迷っていますが、編集者を目指すならどちらが良いでしょうという質問です。これに関しては、まず日本文化専攻の米原先生からお答えいただいて、社会専攻から何か追加がありましたら、私が補足するっていう形でいきたいと思います。では米原先生お願いします。はい、ありがとうございます。なんか編集者を養成するようなスキルを学ぶようなゼミであるとかですね、そういったものはないです。ないんですが、編集者に必ず必要とされるようなですね、文化をこう見る視点であるとか、能力というのは、大まかに言えば どこでも養社会でも日本文化でも養えると思います。で日本文化専攻の方で言いますとですね、今7人教員がいまして、それぞれ特徴あるゼミがあるんですけれども、うち3名がですね、外国にバックグラウンドを持つ教員です。で、皆さん日本語がもちろん日本語で全て、されます。でそういった日本だけにこう閉じこもらない視点を、持ちながら見てもらうという点では日本文化専攻もいいかと思います。でそのうち3名のうち1名がですね、日本の漫画研究をしている人です。で日本の漫画を翻訳したりとか、研究で紹介、外国に紹介してきたことをずっとしてらした方なので、編集者という枠ではまた違うかもしれませんけれども、そういった方に学ぶことで、漫画の編集というのはどういったことか、あるいは今漫画もグローバル化して国を越えていますので、そういったその共通言語としての漫画をどう見るかというような学びは日本文化専攻で、できるかと思います。以上です。ありがとうございます。先ほど米原先生もおっしゃっていただいたように、その編集に必要ないろんな知識であったり、例えばそのものを変えたり誰かと調整したりとか、あとはその世の中を見渡したり、そのことについて自分はどう整理してそれをこう相手に伝えていくかっていうようなことは、どの専攻でも学ばなければならないことだろう、世の中で生きていく上では学ばなければならないことだろうと思います。で、問題が、何かのことについて一生懸命考えた人はそこから あるいはそこでつまずいてもがいて、なんとか出口を見つけたっていう、そういう体験がある人はそれが世の中に出ていった時に必ず役に立つということです。で何か専門分野を頑張って研究していると必ずつまずいたり、あもうダメだ、出口のないトンネルに入ってしまったって思ったりってする瞬間は必ずあるんですね。でもそこから抜け出すっていうことができるかどうかっていうのは、その自分が今抱えている問題にどの程度自分が興味があって、でどういうふうにしていきたいっていうふうに強く思ってるかっていうことによります。なのでここで日本文化と社会っていうふうに言っていただきましたけれども、歴史であっても文学であっても必ず自分が何かをやっていきたいっていうふうに強く思ってトンネルから抜け出したっていう体験ができれば、どこの専攻にいてもその編集者に必要な大切な能力が身につくと思います。なので今の段階で4専攻のうち2専攻のどっちかなとか考えずに、もっと広くいろいろと本当に自分のやりたいことは何かなっていうのを考えていただければいいかなというふうに思っています。はい、では、学部の選択科目にはどんな授業があるか知りたいですというご質問をいただきましたけれども、選択科目というのは、学部に関しては、ほぼ、専攻の中にあって、その、例えば社会専攻なら社会専攻の中のこの枠の中からどれを選びますかという話の選択になります。なので、先ほど全ての専攻でどういう科目があるのかっていうのをお話ししていただきましたけれども、もしもこの専攻の
科目もう一回見たいっていう人がいましたら、ぜひもう一度 Q&A で、この専攻 の, あの科目どんなのあるかもう一度見たいっていうリクエストを送ってください。はい、早速社会専攻の授業をもう一度見たいですっていうあのリクエストをいただきました。では社会専攻の授業の内容について、もう一度画面共有をさせていただきます。これが社会専攻の授業の例になります。もちろんこれ以外にもあのいろんなあの、なんていうんですかね、細かい授業名を言い出すともっといろいろありますけれども、社会のことを見る、政治のことを見る、あと社会のバックグラウンドとして今まで積み重なってきた歴史的な観点から見る、あと社会をこうエンジンのように動かしている経済学を見る、あとはその社会の現状を調べるための方法を身につけるみたいな、こういうなんかざっくりと言いますとこういう類の授業があります。質問の方よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは次の、質問に行かせていただきます。ですね、フィールドワーク関連で2件ご質問がありました。まず1つ目です。長期フィールドワークにかかる費用は学生が負担することになりますか。これは長期フィールドワークっていうのは ZEP の専攻に関連することなんですけれども、費用は学生が負担することになりますかという質問に対して、これ沢先生ご回答お願いします。はい、これ沢です。はい、この長期フィールドワークはそれぞれの学生がどこに行くかによってですね、随分と経費が違ってきます。当然、北海道、沖縄、そして東京ということになるとですね、それぞれの地域に、行く旅費に、そしてですね、そこで滞在する費用、大学によってはその宿舎というふうな形で選べる場合もありますけれども、いずれにしろこちらについては自費でというふうな形で、準備していただくということになります。ですから実際3年生の、前半になりますので、それまでにバイトしてお金貯めますとか、そういうふうな形でですね、準備している学生も現在います。経費が安上がりなのは京都というふうなことになりますけれども、そういうふうな形で、行く地域によって、異なりますので、はい、ご理解ください。はい、ありがとうございます。では、続きまして、小説家の森見富彦さんに関するフィールドワークを行うことはできますかという質問をいただきました。これも是沢先生お願いします。はい、森見富彦さんは京都に、ゆかりのある、実際本学の近世の先生ともですね、懇意にされているというふうなこともありまして、ご縁があって、これまでにもですね、そのようなテーマでの研究、調査研究、あります。ですから可能です。ありがとうございます。もうすぐ11時になるのですけれども、まだたくさんご質問寄せていただいていて、まだお答えできていない質問があるので、もう少し時間を延長して続けたいと思います。たくさんのご質問ありがとうございます。それでは次の質問に参ります。私は将来日本の文化の魅力を広める仕事をしたいと思っています。世の中に広める能力を身につける授業はありますかという質問です。日本文化の米原先生、はい、お願いします。ありがとうございます。私自身の領域でもありますので、お返事したいなと思います。そうですね、今本当にそういったことが求められているというか、日本の中でも日本文化を正しく知りたい、伝えたい、ということが求められますし、もちろん日本の外ではですね、そういったことを、しっかり伝え続けると。で職業人として求められているということも大きな要素です。で一方でそういった職業人とか、研究の人とかですね、しっかりした体制がたくさんあるかというと、まだまだ足りない状況にあるというふうに思います。私が領域にしている伝統工芸、工芸品というのを例にとりますと、日本で作って、外国でこう使ってもらうと、
なんか漆で作ったコップをヨーロッパで使ってもらいたいなと思った時に、いろんなこう障壁があったり、文化での祖語で伝わらない部分があったりするわけですね。なので今までは結構作る人、流通する人、売る人っていう3者だけで物事が進んでいた点もあったんですけれども、これからはそこにですね、しっかり伝える人というのが入ってくると、必要になってくるのではないかなと思っています。ですので日本文化専攻でもそうした部分の例えば現代のこう状況の動きとかですね、伝統を発信する時のこう現代の動きみたいなことは、注意深く授業の中でも紹介したりゼミでやったりということをしています。まさにお考えのところを勉強していただける部分かなと思いました。ありがとうございます。以上です。ありがとうございます。それでは次の質問です。人文って何ですか？文学部とどう違いますか？ということなんですけれども、これは岩本先生お願いします。はい、大変難しい質問です。文学部というところで学べることは大体において、文学専攻があったり、文学部の中にですね、歴史専攻があったりというような形で、目的は文学を学ぶこと、もしくは考えること、もしくは歴史を学ぶことを考えることというところにあります。ですが、人文学というのはそれよりも広いものを指します。人文学というのはもともとヒューマニティという言葉から来ていますけれども、これは語源を遡っていくと人間が作ったものすべてを指します。神が作ったもの以外のものをすべてを人文学というふうに言うわけです。ですので私たちが目的としているのは最終目標ですけども、最終的に目標としているのは、人間とは何かということを考えることです。ですので人間とは何かを考えるために文学の道を通って考える、もしくは日本文化という道筋から考えるというようなことだというふうに考えてもらったらいいと思うんですね。ですから例えば、富士山という人間を考えるという山があったときに、山梨県側から登るのか静岡県側から登るのかというような違いはありますけれども、人文学科では人間を考えるということが目的ですので、そのルートが違うというふうに考えられます。ですので文学部では、多大学の文学部ではその文学作品もしくは歴史的な事象をそのものを学ぶことが目的になりますけれども、人文学科ではその先に人間とは何かという、かなり抽象的な大きな問いを見据えているというところが違う点でしょうか。以上です。ありがとうございました。それでは次の質問に行きたいと思います。社会学に興味があります。京都精華大学の特色は何ですか？他の大学と違うところはありますか？ということなんですけれども、社会専攻の田村からお答えさせていただきます。まず京都精華大学の大きな特徴、人文学科の大きな特徴として、フィールドワークが結構充実しているというのがあります。実際に社会の中に出て社会から学ばせてもらえるという、これはものすごく大きなチャンスになります。で、学生さんたちがフィールドで学んでいくためにはいろんな困難がありますんですけれども、その困難をこれまでの実績も含めて丁寧に対応していけるっていうのは他の大学には見られない大きな特徴だろうなというふうに思います。それと芸術系の学部が多いこともありますけれども、一旦常識を疑ってみるっていうことが日常生活の中で、割とすんなりできるというか、普通学校にこんな格好してくるとか、普通その辺で昼寝してるとか、なんか普通大学生ってそんなことするみたいなところをうまくこうその変に作られた枠組みっていうのをパッて取り払えるっていうか、そういうところがあるかなとは思います。でもそれは決して常識外れのこと、あるいは常識知らずのことをするという意味ではありません。その常識知らずのことをするのではなく、常識を知った上でその枠組みはどこが外せれるのかっていうのをちゃんと考えることができるっていう、そういうところはものすごく大きな特徴ではないかなというふうに考えています。それでは、次の質問に行きたいと思います。数学や理科などの理系科目が苦手です。入学後に必要ですか？という、ご質問をいただきました。
これに関して岩本先生お願いします。はい、まあ、その自分が設定するテーマによっては必要になることはあるかもしれません。例えば、歴史が、僕は歴史専攻ですけども、歴史学でも統計処理を最近することが増えてきておりまして、例えば、そうですね、まあ、何でもいいや、16世紀のこの村では、こう死者がこんなにたくさんいるのに、隣の村でいないのはなぜだろうみたいなものをですね、数値的に比較をするというようなことは日常的に行います。ですが、おそらくその質問をしてくださった方が数学や理科が苦手ですというのはですね、学ばされてるから苦手だったんだろうと思うんですね。けども自分がこれを知りたいというふうに思って、そのための数学、そのための理科を勉強するということは全然苦痛では多分ないはずです。ですので、今苦痛、苦手だと思っているのは単に与えられた教科としての数学や理科だろうというふうに思いますので、大学の学びというのは常に主体的に自分で問いを立てて自分で考えていくということですから、むしろ楽しくなってくるんじゃないかなというふうに思うので、全く心配はいらないと思います。以上です。はい、ありがとうございます。質問をくれた方、ぜひ自分がどんどん変わっていく姿を想像してみてください。多分ワクワクすると思います。それでは次の質問に参ります。専攻は希望の専攻に入れますか？希望人数が多いと第二志望になっちゃうこともありますか、という質問です。これに関しては、これ沢先生お願いします。はい、これ沢です。はい、これについてはですね、やっぱりそれぞれの専攻にある程度の定員というものをですね、想定していますので、やはり多くなった場合は第二志望に回ることがあります。ないですか？あ、ちょっと待って。ないです。あ、ごめんなさい。これ沢さん。あ、ごめんなさい。お願いしますよ。あ、ごめんなさい。原稿と間違えてました。田村さん、ちょっとお願いできますか？ちょっとごめんなさい。はい。はい。第2志望に回ることはありません。全員第1志望の選考に入っていただきます。これ沢さんは何か今、ちょっと頭がパンパンになって、勘違いをされましたけど。すいません。勘違いしました。安心してください。第一選考、第一志望の選考に必ず全員入れます。心配しないでください。今これ沢先生が間違われたのは多分ゼミのことだろうと思います。で、選考4つの選考については希望通りに行くことができますけども、大学の学びの中心はゼミというところで、ゼミはやはり少数で、お互いに意見を交換したり、こうアドバイスをしたり批判をされたりということでやっていきますので、やはりゼミはある程度の規模にまとめなくてはいけないので、選考に進んだ後にその選考の中でいくつかのゼミに配属するときには、ゼミによって上限の人数が決められていたりすることがあるということの間違いだろうというふうに思います。ありがとうございます。ちょうど今ゼミのちょっと選考の配分をしていたところですから勘違いしてしまいました。はい、はい、こういうことで工房も筆の誤りと言いますけれども、猿が木から落ちるとも言いますけれども、まあ、時々いろいろ教員も間違いをします。すいません。安心してください。それでは続きまして、芸術やデザインにも興味があります。同じキャンパスで学ぶと聞いたのですが、人文学科に入っても何か関わりがありますか、という質問です。それについては米原先生お願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、交流が、たくさん取れていいじゃないかなと思います。さっき田村先生からお話ありました、まあ、サークルなんかもそうですし、授業でいうとですね、例えば私の授業では、全ての学部の学生が、一緒に受講するといった授業もあります。全学共通の授業ですね。で、そういったところでですね、専攻が違う、あるいは学年が違う知り合いとか友達ができたりとか、まあ、お互い教室を訪ね合ったりとかですね、したりということも盛んに交流があるのではないか、そういう大学じゃないかなと思います。で、特にこう表現系というか芸術系とかデザイン系の学部の皆さんは大学の中で展覧会なんかもよくされたりしますので、そこにこう人文の学生が遊びに行って
今度一緒に何かできたらいいねみたいなことも、お話に、なるようなことも聞いたりしますので、もちろん、学部が違う、学科が違う、コースが違うというところの枠組みはありますけれども、このキャンパスの中で、同じ仲間として、たくさんお友達を作っていただければと思いますし、またそういう土壌がある大学だというふうに思って楽しみにしてください。以上です。はい、ありがとうございます。それに関連しまして、他の学部の授業を取ることはできますかという質問があるんですけど、続きまして米原先生お願いします。そうですね、さっきもお話し出ました、専攻をまたぐ授業もがあるようにですね、他のこう学部というか、の人たちと一緒に受ける授業というのが、あるかと思います。あります。で、やっぱり先ほどもどなたかお話にありましたが、専門分野だけをこう一生懸命やるっていうのももちろん大切なことなんですけれども、できればですね、未知の分野を知るとか、全然違った視点を知るとかですね、そういった経験をたくさんしていただきたいなと思っています。で、それが回り回ってですね、最後自分がやる表現とかですね、研究活動の、血とか肉になっていくのではないかなと思いますので、授業もたくさん取るとね、大変なところもありますけども、自分でこうスケジュールを作る大学ですので、他の大学学科とか学部のことにもこう目を向けていただいてですね、これ面白そうだからもう取れるなと思って取れそうだったら取れる授業と取れない授業とかいろいろあったりしますので、またそういったところを確認して、取れそうだったらこう参加していただくということもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。今質問をくださった方はテキスタイルとか陶芸に興味があるんだそうです。そのような授業は取れますでしょうか。ああ、そうですね。で、工技系のそういう、いわゆる伝統美術とかですね、手仕事を扱うような授業は比較的私が全学共通でやってることが多くてですね、いくつか全学部の全学年の学生が来れる授業として開講しています。で、まさにこうテキスタイルとか陶芸の学生と一緒に人文の学生も机を並べてですね、勉強すると。で、一方的に講義を聞くばっかりじゃなくて、ゲストがお越しになったお話を聞くとか、参考資料をみんなで囲んでみると。年度にもよりますけれども、こう100人以上の学生が取るような授業ということもありますので、そこではこうディスカッションが生まれたりということもあります。なので、そういった機会にですね、学部の違う人たちと一緒に勉強するとか、自分たちの考えの違いをすり合わせるとかね、知るっていう機会を楽しみにしてもらえたら嬉しいです。以上です。はい、ありがとうございます。それでは最後の質問になります。コロナで受験や将来のことが不安です。先生たちからアドバイスが欲しいですということです。これについてはそれぞれの教員から全員短めにコメントをいただきたい。アドバイスが欲しいですということです。よろしくお願いします。それでは歴史専攻の岩本先生からお願いします。はい。不安なのはよくわかります。なぜ不安なのかというと、それは、これまで私たちがそれを経験したことがないからです。ですが、これと似たようなことというのはこれまでもいくつかいろんなところで起こっています。ですので、僕は歴史専攻ですので、歴史学の立場からお話をさせていただくと、その過去で、に起こった出来事をいろいろと考えたり見たり知ったりしていく中で、同じことは繰り返されませんけれども、こういう方法で、人々はそれを乗り越えようとしてきたんだなとか、少なくともこの方法を取ることによって最悪の間違いがあったんだなとかですね、そういうことは分かるというふうに思うんですね。で、一般にこう、歴史の本を座右の書としている人たちが多いのはですね、やはりそういうことだろうというふうに思います。ですので、過去を振り返ることによって、どう考えたって、未来は未知ですので、考えても仕方がありませんので、過去を振り返ることから未来に踏み出していくということがいいんじゃないかなというふうに思います。頑張ってください。ありがとうございます。それでは文学専攻堀澤先生お願いします。は
はい、どうも。先ほど自信を持って勘違いしたのでちょっと自信がないんですけれども、これは大丈夫です。はい、ですね、今現在入試はいろんなタイプのものが出ています。ですから皆さんもですね、大学から入試要項、入試案内というものをですね取り寄せて、そこでどういうふうな試験がされているのかということが載っていますので、それをですね、見ていただいて、自分に合った試験というものをちょっと探してもらったらいかがでしょうか。早速9月の後半からですね始まりますけれども、いろんなタイプの入試があります。ぜひちょっと確認してみてください。以上です。はい、ありがとうございました。では社会専攻田村から、ですね、私先ほどフラメンコ踊るっていうふうに言ったんですけれども、このコロナ禍で全然なんていうんですかね、人と の対面が減ってきたなって思う人もいるかもしれないんですけど、逆に私なんかはスペインのスタジオでスペイン人の先生が踊っているレッスンをズームで日本で受けられるっていう、そういうこともあります。今までは普通にスペインに行かなきゃダメだなってなってたことが家でもできるっていう、ものすごく大きな発想の転換だと思うんですけれども、そういう感じでそのできないことを数えていくとすごいたくさんあって不安になると思うんですけども、できることを数えていくっていうか、これでできるようになったことも数えていくようにすると意外といろんなことができるっていう風になるんじゃないかなって思います。ぜひできることを数えてみてください。それでは、日本文化専攻米原先生お願いします。あ、はい。私もですね、田村先生とちょっと似てるんですけど、将来やりたいことリストみたいなのを僕はつけるようになりました。で、行ってみたいところとか、会ってみたい人とかですね、ここのこういう食べ物を食べてみたいなとかっていうことを、やっぱりどこにも行けない時間にこうなんかよくそういう欲求の頭を働くようになったような気がします。で、自分でもずっと忘れてたような、そういえばピラミッド行きたいなって思ってたなとかですね、そういったことを思い出して思いついては携帯にちょっと入れたりとかして、溜め込んでます。そういったこう妄想を楽しむ時間としても、いいと思います。なかなかこう、みんなそうですけど気が紛れないもやもやとした辛い時間が続いてますけれども、いつか晴れて、どこか出かけたりとかですね、また、いろんな出会いがある世の中になるということを、ちゃんと信じて、そういったその先のですねやりたいことリストをちょっと育ててみるというのはいかがでしょうか。以上です。はい、ありがとうございました。皆さんたくさんの質問をお寄せいただきましてありがとうございました。時間ちょっと超過いたしましたけれども、説明会自体は、ここで終了にさせていただきたいと思います。もっと詳しく話を聞きたいという人や個別に相談したいという人はぜひオープンキャンパスにお越しください。次回のオープンキャンパスは再来週です。8月の7日土曜日と8月の8日日曜日の2日間です。またよければぜひアンケートで本日の感想をお答えください。チャットにアンケートの URL を記載しています。この後皆さんのメールのアドレスにも回答のお願いをお送りしますので、どちらでも都合の良い方でご回答ください。いただいた回答は今後の参考にいたします。その他のご相談やご質問についてはオンラインや電話でも個別相談を受け付けていますので、ぜひご利用ください。こちらもチャットに URL を記載します。それでは本日の説明会はこれで終了します。京都精華大学は表現する人を応援します。今日の内容が皆さんの進学にとって少しでも参考になれば嬉しく思います。本日はご参加いただきましてありがとうございました。皆さんオープンキャンパス来てください。お待ちしてます。ありがとうございました。また会いましょう。